および沖縄セルラー電話によるモバイル Wi-Fi ルーター型としては初の第3.9世代移動通信システムモバイル WiMAX および CDMA1XWIN のデュアルモード通信に対応したデータ通信端末である。製造型番は HWD08。CDMA モード利用時は L800MHz タイトウィンハイスピードには非対応。 モバイルワイマックスモード利用時は2011年12月28日に開始したモバイルワイマックスにおける 64QAM による上り最大 15.4Mbps の通信に対応。また2月下旬には UQ コミュニケーションズからも発売予定となっており、au 向けとの違いはディスプレイ側のロゴ表記がないことと画面表示が au by KDDI ではなく uq となる。u q 側のサービスブランドも au となる。2013年3月19日にオンラインアップデートが開始された。YMAX 通信時にデータ通信負荷となる場合がある事象が改善される。ありがとうございます。